こんにちは、卓球センタードット JP のナナです。ババです。ババさん、はい、この間のビッグと、え、日本リーグ選手権ビッグトーナメントですね。うんうんうん、そうそう、はい、が開催されてて、はい、女子がね、そうね、佐藤ひとみ選手が圧勝ということで、はい、いや強かったです ね、本当に。まあ、あのラボライブさんとか YouTube でも配信されたんでね、はい、僕らもドキドキしながら見てたんですけど、はい、佐藤選手の凄さが際立ってたなっていうのを思いますね。そうですね、やっぱり世界だなっていう感じでしたね。馬場コーチも、はい、引退試合全日本最後が佐藤ひとみ選手、はい、そうなんですよ、引退試合佐藤選手とやらさせていただいて、セットオールで途中ねマッチポイント取った場面もありながら最後勝てなかったっていう悔しかったんですけど、まあ、カットマンね、いろんな人いると思うんですけど、馬場コーチが思う佐藤選手の一番こうすごいとか、はい、なかなか1点取らせてくれないなとかっていうところってどういうところですか？そうですね、やっぱりもう見ての通り何球打っても返ってくるんですよね。あ、決まったって思ったボールも全部返ってきたりとか、え、これ打たれるんっていうボールも打ってきたりとか、何ですかね、やっぱり他のカットマンの選手と比べて自分の中の想定外が多い選手だなっていうふうに思いました。そしてリードしてるはずなのにこっちがやることがもうすごい限られてしまって、なんか勝ってるけど余裕がないみたいな状況に追い込まれるぐらい本当に何してくるかわからないんですよね。世界で活躍する選手は戦術の幅も広いですし、まあ、それこそ技術一つ一つの質もすごい高いので、まあ、これが世界で活躍する選手なんだなって思いながら試合してました。まあ、全日本もね、早田選手に負けてしまって、はいはい、その前の年もね、早田選手ですね。そうですね。早田選手やっぱパワーもあるし、カット打ちうまいんで、はい、なかなかね、はい、その難しいんですけど、はい、でもやっぱり組み合わせ次第では全日本もねかなり上位にいてくれる選手だなっていうふうに思いますし、はい、まだまだこれからの活躍に期待したいなっていうふうに思いますね、はい、そうですね、はい、私もやっぱり引退試合だったっていうこともあって、なんか小学生の時から全国で一緒にトップを争っていた選手なので、すごい身近な風に勝手に感じているんですけど、応援したい選手の一人だなっていう感じです。じゃあ佐藤選手これからも応援してますんで頑張ってください。頑張ってください。
ラッキーだ。